1997年まで当地に存在した富士テレビ級本社ビル地図川田町ガーデンは東京都新宿区川田町にある都市基盤整備公団により開発された高級賃貸住宅である。旧称は川田町コンフォガーデン。1997年に住宅都市整備公団がお台場に移転した。 富士テレビ本社土地2.6ヘクタールを約185億円で買収。同公団を改装した都市基盤整備公団によって41階建ての超高層棟を含め4棟の賃貸住宅のほか、スーパーマーケットやデイケアセンターなど3棟で構成される川田町コンフォガーデンが建設され2003年3月に完成した。このうち、 超高層棟の31階から41階は都市公団が創設したオフィスビルのサブリースに似た民間事業者賃貸住宅制度を活用。東急不動産が公団から上層部を借り受け独自の内装工事を施して高級賃貸マンション東急ビューレジデンス市ヶ谷川田町として貸し出した。赤坂議員宿舎建て替え期間には衆議院議員の仮宿舎となった。 2017年2月、当政が川田町コンフォガーデンの入居者募集を含む管理業務全般を約95億円で落札。5月から業務を開始した。その後、UR 都市機構との売却交渉がまとまり、12月に川田町コンフォガーデンを430億円で取得した。これに伴い、名称は川田町ガーデン。 超高層棟の高級賃貸マンション部分は川田町ガーデンクラブフロアにそれぞれ改められた。かつては東側の道路を隔てた市ヶ谷中野町二丁目にも同社の第一別館があり、本社移転後は新宿支局に改称した。2009年まで存在していたが、その後解体され、こちらの現在は集合住宅となっている。2004年7月1日、 都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合して発足。ありがとうございます。